ナイトのじゅんさんです。今日はですね、ベストボディジャパン名古屋大会にお客様のサポートに行ってきたので、そのレポートをしたいと思います。いやー、ベストボディ名古屋大会、この大会はですね、僕が初めてコンテストに出た大会でもあるんですね。確かね、2015年だったと思います。で、妻と2人で出て、で見事予選落ちした大会なんですけれども、まあ、そこから次の年に予選を通って、で入賞したりとか、あと他の大会に出て準優勝して韓国に行ったりとか、まあ、全ての原点がこの名古屋大会なんですね。その名古屋大会、本日行われたんですが、ユナイトのお客様2名出場されました。今回はね、男性のお客様2名だったんですけれども、そのお二方のサポートで入らせていただきました。ご存知の方も多いかと思いますが、ベストボディは年代別、性別に分かれています。今回出られたお二人は30代と50代の男性です。でね、50代の方は去年日本大会も出られたベテランさんです。今までね、ベストボディ20回以上出られてる方なんですけれども、今回の名古屋大会は夏にピークを迎えるその途中の過程なんですね。ですので、そこまで絞り切っていないんですけれども、大会に慣れていこうという感じで出られました。一方、30代の男性は初出場です。ですので、今回初めてダイエットを超えたね、減量っていうのにチャレンジしていただきました。もともとは110キロから25キロぐらいダイエットした経験があるダイエットスタジオのオーナーさんなんですけれども、ただ今回はそれを超える減量、しっかりとコンテストコンディションまで持っていくということにチャレンジしていただきました。しかもその方、スタジオのオーナーさんなんですけれども、ここね、2ヶ月の間に2店舗新しいお店を開いてるんですね。これね、スタジオオーナーだったら分かるんですけれども、スタジオをオープンするってめちゃくちゃ大変ですから、まあ、忙しいんですよ。しかも彼一人じゃなくてスタッフさん雇ってるんで、研修したりとか付き合いがあって行ったりとか、もうまあてんやわんや。そんな中でしっかりとね、体作られて出場されました。さあ、僕のおしゃべりはここまでにして、早く見たいですよね。では早速行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。いやー、よく頑張りましたね、遠藤さん。ようやく迎えました。今日体調どうですか？体調もバッチリですね。バッチリですか？はい、はい、今日の朝食はどんな感じで？今日はもう今日までやってきたこと、はい、ただやりきるだけっていう感じで、はい、教えてくれることをバッチリやれればなと思ってます。わかりました、はい、応援してます。頑張りましょう。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。さあ、今日大会本番ですけど、はい、今日調子いかがですか？あ、そうですね、昨日ですね、実は夜中に岩田先生にちょっとお助けラインをしまして、最後のアドバイスもらったんで、まあ、だいぶちょっといい感じで仕上がっているというか、自分の中ではまあできているかなと思うんです。ちょっと今回シーズン2回目なんですけど、広島大会ちょっとボロボロだったんで、今回はちょっとしっかりと勝負できるように頑張りたいと思います。お願いします。僕もね、今日サポートつけますので一緒に頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。父さん、パック出てますね。さあ、スマートにね、はい、めちゃかっこいいです。
20番出たくなります、ね、多少緊張しました、はい、いやだいぶ緊張しましたね。全然見えなかったですからね、壁が入ったところで壁がもうなかったんでカーテンでやってたんですけど、まあ、緊張しました次回ちょっと考えようかなってことですかね。いや次回もぜひチャレンジしてもらいますんで、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、やっぱりあっという間なんですけど、いつも始まっちゃうと今回はシーズンかけてちょっと 3% ずつぐらいレベルアップしていくっていう段階の、まあ、まだ初期の段階なんで、まあ、全然仕上がりもね、ポージングも甘かったと思うんですけど、今の段階のベストは出せたと思います。本当にありがとうございました。いかがだったでしょうか。お二人とも輝いてらっしゃいましたよね。お客さんの立場で見ると舞台っていうのはもう出てきてパフォーマンスしてはけていく、まあ、そこまでしか見ることができないんですけれども、まあ、トレーナーっていう仕事はね、そのお客様の舞台に立つまでを全部知ってるわけです。そのお客様が仕事で大変だったこととか、プライベートの内容、トレーニングできてるできてない、食事で失敗したり成功したり、それを繰り返して、そして作り上げた体だから、この名古屋大会の舞台に来ていただいただけでも僕はものすごい感動してるわけです。でさらにその緊張感ある中でね、舞台に立ってパフォーマンスする、もうね、トレーナー冥利につきますよ。さあというわけでベストボディ名古屋大会終わったんですけれども、今年は去年と違ってうちのお客様7月、9月、そして12月と大会に出られます。それをサポートしてると僕も出たくなるんですが、今年は出ないで来年に備えます。さあというわけで今日の動画は以上になります。面白かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。